何してんの？リモコンが点灯しないって。リモコン点灯しないの？うん、これ、うん、業者さん呼ぶ。業者さん？うん何？何をしたの？声が破裂したの？ごめん、あんま笑かさんといて。僕はほんと給湯器大好きだね。リモコンが壊れた。壊れた。ママの声は破裂したこのリモコンが壊れただけ。うそ。業者さん呼ぶちゃん。うん、業者さん呼ぶ。リモコンが壊れた。業者さんは呼ばないよ。このリモコンが壊れたよ。これ、このリモコンがとうとう壊れました。壊れちゃった。元気だよ。いや、もう消すの×ね。つけてください。これは100点。いや、×、×、×。 YouTube 見よう、もっくん。ボタンが点灯しない。うん、そっか。壊れた。このリモコンがとうとう壊れました。ボタンが点灯しない。うんうん、そっか。これと同じリモコン。うん、来ないよ。耐用年数ぐらいになったらまたね、これをね、交換するからさ。どれ？壊れる時期っていうのがね、来るんだよ。何月？何月じゃないね。まだまだあと何年後だろうね。明日これ壊れる。そうなの。壊れてからは買えない。壊れる前に買えるよ。壊れる前。うん、壊れる前に買えるよ。何？壊れる前に。同じリモコン。同じリモコンかもしれないね。わかんない。型式があるだろうから。うん。どれにしよう。どれにしようね。ボタンが点灯しない。うん。とうとう壊れました。壊れたよ、これ。うん。このリモコン壊れた。今日壊れた。今日壊れてない。明日は。明日も壊れてない。明後日は。明後日も壊れてない。12、19日。壊れてないよ。30日。壊れてない。31日。まだまだ長生きです。1日は。長生きしてます。2日。2日も壊れないよ。3は。まだまだ、まだまだ使える。あとね、5年ぐらいは使うよ。壊れたら。壊れたら、壊れる、壊れる、うん、壊れたらすぐ修理に来てもらう。誰？業者さんに。業者さんにこれ頼む、うん、頼むよ。リモコンが壊れた。そうね。サンタさんからもらったやつで遊んでるの？うん。うん。もっくんのもの。ははそっか。なんで紙に手紙も書いてないように届くんだろう。本当だね、すごいね。多分サンタさん上から見てるから。見てるんだと思うよ。だから来年ももらえるようにお利口さんしてようか。おかえり、もっくん。もっくん、今日何作ったんだっけ？スイカ。ね、すごいね、写真撮ってたんだね。なになに？喜んでた。スイカ作った。わー、すごい、スイカだ。隣、イチゴがいるよ、イチゴ。あ、パパだ。ママ、どれ？ママスイカなの。ありがとう、嬉しい。カリンちゃん、今日で幼稚園最後。うん、違う、あと2回行くよ。2回で最後。うん、そう。仲良ししてたら明日さって休んでもいいんだけど、ね、ママ、うん、バスボールは2個入れたらどうなる？本当だね、楽しみだね。やろっか。色が変わるよ。そうだね。カリンちゃん、バスボール今日2個入れていいよ。2つ入れようか。うん、ね、僕優しい。ね、よかったね、かりんちゃん。かりんちゃん、スイカの写真見よう。かりん見てるよ、今 YouTube。 ちょっと貸して。いいよ。優しい、かりんちゃん。あと少しだよ、頑張れ。うん、ね、ちょっとぐらい酸っぱい。うんうん、声がね、やばいな、ほんと。うん、もしかして冬休みの間ずっとこの声なのかな。やばいよね。うん、どうしよう。化け物みたい。
でもね、幸いながらね、会う人会う人がね、みんなこの声聞いて笑ってくれるんだよ。それだけ良かったと思ってる。うん。昨日より結構ひどいね。あ、本当？昨日よりひどい？もっくん、昨日よりひどい？ママの声。ひどい。そっか。やばい。待って、直そう。もっくんは何食べるんですか？うん、お子様のご飯付きのね、ラーメンだね。カニちゃんいないと寂しい？寂しい、そっか。え、何？キャベツ、タロウ。うん、そう、キャベツ太郎。いただきます、してね。はい、どうぞ。落っこっちゃったね。はい、私はピリ辛ちゃんぽんの野菜たっぷりの低糖質麺です。ママの食べてみる？いらない。そっか。リオくん見せる。はい、でもっくんとですね、ちょっとあのイオンに行ってきまして。じゃあ開けて、開けてみて。これでした。開けてみる。いいよ、行きます。またあのその様子はショート動画の方で、あのてるやっていこうと思うんですけど、なんかすごい今好きみたいです、これが。ね、買ってきたね。梅。はい、梅茶漬けと、中身は海苔茶漬け。海苔茶漬けと、これは、海苔茶漬けと、パパの酒茶漬け。酒茶漬けと、はい、酒はパパだそうです。これはレオくんにあげます。あ、これはどれどれ、エリちゃんにあげちゃう。パキッとは、うん、パパにあげます。パパにあげるんだね。まだ入ってるよ。ママだよ。ママは梅茶漬け。こ、う、れ、ん、僕の、ね、はい、これも入ってました。梅茶漬け。あとは大人のミニふりかけがこの袋の中に入ってましたね。僕わさび。わさびがいいらしいです。わさび、わさびのふりかけじゃない。はい、でちょっと私こんな声になっちゃったんで、ちょっと元旦までにはどうしても治したいなと思って薬剤師さんに相談をして、こちらちょっと薬局で買ってきました。元旦に治るかな。今日何日？27だね。うん、うん、ね、治るといいねって感じです。はい、で、かりんちゃんにはかりんちゃんで、またあの一緒に行った時にあのかりんちゃんが欲しいやつを買いたいと思います。OK？ 僕は無理茶漬け。うん、そっか。これはレオくんにあげる、うん、これもレオくんにある、うん、レオくん全部レオくんや。レオくん、じゃあこれ開けずに持っていけばよかったんだよ。ってことだよ。歯磨き粉が超ついてるよ、顔に。歯磨き粉ついてるって。ちょっと鏡にしない。開けまして、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いします。はい、で今年なんですけれども、昨年末ですね、上げさせていただきました、なんだろう、目標動画で上げさせていただいたんですけれども、今年1年それぞれ持ったですね、目標に向けて1年頑張れたらいいなぁなんて思います。はい、あとはみんな健康だよね。そうね、去年すごい結構ね、1兆円さ3人で拾っちゃったりとか、あ、そうね、いろいろあったし、うん、ね、いっぱい熱出したし ね、 ね、はい、そんな感じで頑張っていきたいと思います。はい、で、こちら教えていただきましたシャンプーとかのトリートメントするときとかに、あの
うとよりなんていうんですか、洗えますよっていう頭皮の汚れとかですね、買いましたね。パパもこれ使ってんだよね、ね、いい感じだよね、ね。はい、ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。この動画を見てこの兄弟ですね、思いしたいと思ってくださいました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、ごちそうありがとうございました。バイバイ。